てください。はい。ご一緒にいただきます。いただきます。お醤油につけて。あ、そう？なんかね、包丁が切りにくくて。え？お醤油なくなったらあるからまだ。ご飯に合うと思います。刺身になってご飯めっちゃ進むねんな。大地。合う？パパのおすすめ、久しぶりのキュウちゃんがあります。キュウリのキュウちゃん食べたくなったん急に。でかっ。全然食べてない。でかっ。サーモンの切り方が。マグロ。2個ついてるやん。ん？何？2個くっついてる。うまよ。いや、2個とも入れてね。じゃあ、うまや、マグロよ。マグロ2個。おりゃ。いいよ。お刺身最高。うん、最高。鼻息あらん。サーモン。パパは何が好きですか？ね、あ、わかった。納豆。刺身ちゃう。マグロ。ママ。マグロ。え。いや、サーモンもめっちゃ好きやねんけど。この赤身のマグロとか好きやわ。なんか赤マグロとマス。うん。でも何が一番好きかって言われる。パパはまた小春をやりたい。今？うん。うん。肘つかんとって。小春を決定戦。コハタイファミリーの中で、コハルちゃんが一番好きな人は誰でしょう？え？わかった。コハルちゃんが。コハル？ん？ BTS？ ん？コハタイファミリーの中で、4人やじゃん。コハルは、タイチが一番好きか。ママ！コハルはママが一番好きか。パパが一番好きか。コハルは自分のことが一番好きか。これどれでいい？小春ちゃんは誰が一番好きなのでしょう？パパの耳が好きとか。四択やな。いや、五択や、五択。四択や。困る？え、五択。あ、困る？困るちゃんもあり。え、困る。パパは、ママ。小春はママって答えると思う。ママは？ママであってほしい。パパ、自分じゃなくていいの？うん。もういい。ママ、ママ、はい。大地は？困るはパパ。パパって。困るはパパらしいね。はい。じゃあ、小春ちゃんの答えは何ですか？はい。な、いす、えら、せ、いい、いって。あ、はい、ねって。いっせーのでがちょっと独特すぎて。いっせーのーで。自分に。自分かーい。なんじゃこれ。2番はママ。3番は困る。4番はパパ。ほら、大地1番ママ困る。大地はもう聞くまでもない。大地どこだ。大地は聞くまでもないやん。絶対ママやん。じゃあ分かれへんな、まあ、いつまでママって言うかな。それ食べ過ぎちゃう。いよいよ。刺身食べ過ぎ、ほら。いよいよ。そういうなくなった。そういうなくなった。タイちゃんも食べ過ぎちゃう？お前食べ過ぎ。キュウちゃん食べてる？キュウちゃん食べてる。ほんでこれサバ食べてな、サバ。パパのおすすめキュウちゃんとママのおすすめサバ食べてる。サバは食べてない。頭良くなるらしいから。ご飯に乗せて食べたらいいらしいよ。めっちゃおるねんてご飯に。でもご飯なくなっちゃった。タイちゃん2杯目。刺身は根強いな。刺身はもう次パパを。パパ
パパ王決定戦。パパは軽く投げる、誰が一番好きでしょ。これ自分やと。ママはパパ。ママや。え、ママはママ、小春はパパ、大地、うん、はパパ、パパ、小丸は、正解は小丸は、ママ、小春、ママやって、小丸の答えはママやって、小春のやゲームケーキやって、正解、うん、パパが小春とファミリーの中で一番好きな人はバルルバーザンボーンドガーンズギャーン。もう効果を入れられる。段階すんで。ママでーす。イエーイ。怒ってる。